還元9歳市川海老蔵。エビの蔵出しチャンネル、エビ蔵コレクション。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんがご自身のブログを更新。還元くんの9歳の誕生日をご自宅でお祝いする様子を公開しました。この日、海老蔵さんはおはようございますというタイトルでブログを更新。今日は還元の誕生日です。昨晩還元ルンルンでベッドに行く表情たまりませんでした。素敵な誕生日にしてあげたいと記し、還元くんの誕生日の朝の様子を公開。その後、うーわ、マジか、というタイトルでブログを更新。起きてる。おはよう。お誕生日おめでとう。麗華からのプレゼント見てます。おめでとう。と記し、麗華ちゃんがプレゼントを渡した様子を公開。続けて、幸せそう。おめでとう。ぎゅ、ゆきの誕生日。東京でユキの誕生日ってなかなか難しいことですね。生まれた時は桜満開、9回目の誕生日はユキか。素敵だ。と記し、ユキの誕生日を楽しむ様子を公開。最後にお誕生日会へというタイトルでブログを更新。今日は還元のお誕生日会です。しばらく誕生日会に集中しまする。よろしくお願いします。私、子供たちの幸せが大切です。と記し、ブログを締めくくりました。この投稿に、ファンからは、どんな時もずっと、海老蔵さん家族を応援しています。家族の幸せをお祈り申し上げます。子供たちの幸せが一番、これが全てだと思います。麗華ちゃんと還元くんの幸せを、お祈りしています。何回見ても感極まります。生まれる前からもちろん、生まれた後もずっと応援しています。なんか、胸がいっぱいになります。還元くん、おめでとうを何回も何回も言います。などのコメントが寄せられました。子供たちの幸せが大切。市川海老蔵。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。